7月30日に動的審査の中止が決定した今年の学生フォーミュラ日本大会。活動が制限されている中でも学生フォーミュラ日本大会に向けて邁進されている学生の皆さんへ、皆さんと同世代で F1 ドライバーとして活躍する角田裕毅選手から応援メッセージが届きました。学生フォーミュラで活躍をしている皆さん、こんにちは、角田裕毅です。今年から夢でやった F1 ドライバーに、スクーデリアアルファタオリホンダから参戦することになりました。シーズンも中盤に差し掛かってきましたが、自分のドライビングを貫いて、果敢に攻めて、いきたいなと思います。僕の夢は F1 ワールドチャンピオンになることですが、まずそれに向けて自分の今学ばなくてはいけないことだったり、努力してしなくちゃいけないことだったりをまず把握して、夢に向けて少しずつ徐々に、基盤を築けていければなと思います。どんな時も、車の最大限パフォーマンス、そしてその車に合ったそれ以上の結果を出すことが必要だと思いますし、ドライバーとしてもちろんトップを毎回目指す姿勢というのは持っているので、そのためにも日々に努力だったり経験値をしっかり頭に叩き込んで、改善点だったり、反省点をしっかり見つめ直していくことが一番大切だと思います。毎回思うのは、モータースポーツっていうのは意外、実はチームスポーツですし、ドライバーもメカニックさんやエンジニアさんがいないと、まずピットから出る、走り出すこともできないですし、思い切ってその車を信じて、攻めることもできないので、本当に助け合い、僕が、チームワークとして貢献できるとすれば、ポイントを取ることだったり、レースでいい結果を残すことだと思うので、人それぞれ、役割を、最大限発揮できるように、邁進を望んでいます。学生フォーミュラに、参戦している皆さんは僕と同世代だと思うんですけど、車両開発そして、製作と幅広く活躍していると聞いています。エンジニアを目指している皆さんとはぜひ、将来一緒にレースできたら面白いんじゃないかなというふうに思います。このコロナの影響で昨年の競技が中止になって、現在に至っても車両開発が、厳しい状況になっていると聞いています。今は、夢をやっぱ信じて、今できることを最大限するしかないと思うので、僕も目の前のレースを大切にしていって、今自分ができること、そして、次のレースに向けて最大限毎回準備していきます。これからもそうやって戦っていくつもりです。インタビュー後、学生フォーミュラに参加する皆さんへのメッセージとサインを書いてくれました。次回は神奈川工科大学の車作りに密着します。お楽しみに。超かっこよくない？めっちゃいいじゃん。